ジン。ユナ。槍川におるはずでは。まだ戻れないんだ。誰がやった？猛虎の百虎長、アルタ。大綱でひどい話を聞いたよ。人を人とも思っちゃない。食い物や薬を奪い、民をなぶり殺して。手向かったり逃げようとした者がいれば血祭りにあげる。そういうことか。馴染みの友がこの先の宿を仕切ってるんだ。放ってはおけない。そやつを助け、アルタに引導を渡すぞ。宿はこっちだよ。友とは？イチっていう、私の古い馴染みさ。生きる術を教えてくれた。戦の後には会ったか？いや、何年も無沙汰さ。まずは物見だ。ここからよく見えそうだ。あの男に中の様子を聞くぞ。早くしないと兵が戻るよ。侍？何の御用で？助けに参った。来てはダメです。見つかってしまう。位置を探してる。宿の世話人だ。知っておるか？誰か来てくれ。大変だ。来るぞ。イチ、生きてたんだ。何用なのさ？助けに来たんだよ。私を死なす気かい？せっかく猛虎どもを酔いつぶしたってのに、こんなことアルタンの耳に入ったらどうなると思ってる？まさか奴らに仕えてるの？死にたくないんだ。どうして戦わないのさ？私を置いて逃げな。あんた得意だろ。ユナは命がけで来たのだぞ。お侍、悪いことは言わない。あの女を信じちゃダメ。イチ、アルタンから守ってやる。居場所はわかるか？誰にも知られてないんだ。あいつの手下にさえ。でも打つ手がないわけじゃない。モーセ、奴の懐刀を探しな。言いなりになってる島の人売りさ、見せしめに殺してやればアルタンが出てくるかもね。人売りだと？ユナに聞きな。よく知ってるよ。お主にどのような遺恨があろうと、ユナの気持ちも汲め。今さら遅すぎるよ。何かわかった？イチ曰く、アルタンを巣から出すには焚きつければいいそうだ。クロードなら苦もない。何をすれば？アルタンの腹心を狙う島の人売りだ。マムシの兄弟、知っておるのだろう？イチから聞いたろ。あいつらの集落は川の近くにある。ならばそこで会おう。頼りにしておるぞ。そうしよう。また後で。まるで砦だ。マムシの連中、塀の中のありさまを見られたくないんだよ。牢獄みたいだから。なぜ知っておる？私とタカはここから逃げたんだ。捕らわれたのはいつだ？ずっと昔さ。どちらも幼子だった。覚えておるのだな。忘れるわけない。七蔵の拳も、万蔵のあの臭い息も、大蔵の手つきも覚えてる。三兄弟を討ち、我らの意を示す。
アルタンを釣り出すぞ。行こうか。どうしてこんな。見せしめだ。逃亡を図る者らへの。マムシは非道な奴らだったけど、ここまでと。アルタンが吹き込んだのだろうな。ジン、ダメ。これ以上は。いやだ、戻りたくない。死はせぬ。待っておれ、俺が恨みを晴らしてやる。苦しめてやって。タカト、私たちが受けた傷、水をくれと言っただけで、わけもなく殺された全ての芸人のために、そして私のために。必ずや仇を討つ。首を取ってこよう。それじゃ足りない。この地獄を見てごらんよ。闇に乗じて忍び寝首をかく。クロードから逃れる術なしと教えてやる。なら早いこと教えてやりなよ。行って。ジン、もし捕まったら自害した方がいいよ。黙れ、いつまでもメソメソ泣けやがって。地獄に落ちよ。この首もらうぞ。残り二人か。殺さないで。どうか、故障ですから。今少しだけ辛抱してくれ。物資を奪い放題だな。これまでの罪の報いだ。気のせいだ。向こうに何かいるようだ。首をもらうぞ。残りは虫にくれてやる。
やつで最後、ユナの元へ戻るとするか。苦しんで死んだ。罪に比べれば足りぬ。だが大綱の民は救われるだろう。大勢が生き地獄を味わってきたことを知ってたのに、私は何もしてやれなかった。今から始めればよい。まずはアルタンに意を示すぞ。一目で腰が抜けるようなものにしよう。兵を外に呼び出し、気づかせよう。見届けさせて。草むらに隠れるぞ。私に任せて。あいつら一目散に逃げていったね。アルタンに知らせるだろう。もう一人いるんだ。皆を集落にさらってきた男、黒犬。ならば切るまでアルタンの一味は生かしておけん。きっと黒犬は海沿いにいる。あいつの野営があるんだ。そこで会おう。それは人形だよ。血に染まってる。黒犬は子供までさらうのか。ああ、そしてマムシの兄弟に売るんだ。どこに売る。この先に野営がある。猛虎が見張ってるけどね。ならばまとめて切る。黒犬は私が殺さなきゃ。ずっと昔に機会はあった。でもできなかった。力を貸すぞ。野営に攻め入り、引きずり出してやろう。そして命乞いさせてやりたい。無様な姿で。無論だ。黒犬を始末すればアルタンも震え上がるだろう。行こう。猛虎だ。見つかったら仲間を呼ばれる。俺がやろう。見知った地なのか。槍川を出た後、タカと来たんだ。かかまってもらえると信じてね。物見を始末して黒犬を孤立させるぞ。今度こそ逃がさない。
いないみたいだ。を巻いて逃げたな。絶対に逃がさない。待て、船が沖に出ておる。あの中だろう。ほら、小舟に乗るよ。急いで。この悲鳴で呼び出すぞ。何か思い違いをしておるな。すべてアルタンの命だ。子供をさらっておるだろう。違う、あれは忘れたとは言わせないよ。私と弟の鷹を捕らえてマムシの集落に撃ったじゃないか。鷹、あれは可愛い子だったな。俺の記憶ではお前があいつを差し出したんだぞ。知っていれば。ユナ、お主が切れ。怪我はないか。早く船を降りたい。燃やそう。アルタンも我らのことに気づき、動かざるを得まい。ジン、黒犬が言ってたこと本当なんだ。何だと？あいつとは大綱であって、飯と寝床をやるって言われたから、タカも連れて行ったんだ。気づいたら酒飲まされて眠って。タカは起きなかったけど、私は見てた。あいつを殺せばタカを救えた。でも怖くて見てるしかなかった。せめてはならぬ。こたびのことで守られた子もおろう。少し休みたい。宿に戻るよ。後で会おう。何事だ？アルタンが来たんだよ。おかげでこのざまだ。口の境にある野営で待ってるとさ。許してはおけぬ。必ず成敗しよう。殺すしか能がないくせに。民を守るが我らの務め。アルタンにも思い知らせてやる。
それはあんたの務めだろ。ユナはどうなのさ。野党に誇りなんてない。どうにかするから、約束だ。約束なんて信じられないね、あんたのことも。馬のところに行こう。罠に飛び入るようなものだぞ。でも位置には借りがあるんだ。我らの狙いはアルタンだ。何があったにせよ心を囚われるな。何も知らないくせに。位置と会ったのはマムシの集落。あの子も芸人だ。それからはいい姉貴分さ。面倒もよく見てくれて。逃げ出したのも位置の案。位置が選んだことだ。借りではない。まだ続きがある。三人で逃げようって約束して、一斉に走り出した矢先に一が悲鳴を上げたんだ。でも助けなかった。あの子を見捨てたのさ。命の恩人をね。己を責めるな。マムシの兄弟に挑んだとしても殴り殺されておっただけだ。逃げるが勝ちだったってこと？しかも子供だ。逃げねば生きられぬ時もある。後ろめたさを引きずるな。過去の話だ。アルタンとの戦いで枷になる。そんなこと言われずとも分かってる。ここだ。抜かるな。アルタンの兵の数すら分からんぞ。どこかに隠れてるかもね。おい、うわあ！下を引き連れやがって。アルタ、数々の所業を悔やむがいい。笑わせるでない。同胞を手にかけておいて。マムシの兄弟も黒犬も裏切り者だ。だからどうした。クロードとなって殺してもいいというのか。竜像がこちらに着いたのもよくわかるわ。黙れ。ザレ事はしまいだ。お前も生き残るのに必死なの。それにしてはなぜそうも同類を毛嫌いする。俺は平和のために人を殺す。お
前はただの人殺しだ。アルタンを殺してもクロードを敵に思う連中はいる。みんな次は自分の番だって怯えてるよ。俺が斬るのは悪人のみだ。私たちをどう見る？ただの化け物。あんたらはよくやったと思うよ。さよなら、ユナ。イチの言葉気にしないで。皆に恐れられてはかなわんな。あんたの行いもその訳もわからない奴らはいる。だが下道に落ちてはおらぬか。落ちててもあんたには正義があるよ。Huh.